こんばのさげたん。今日は平行世界を観測したいと思います。ヤフー知恵袋ってあるでしょ。ヤフー知恵袋はないんですよ。スライドを見てほしいんだけど、知恵袋、知恵袋、こっちの知恵袋は知恵の漢字が違って強そうだよね。実際強いんですよ。ヤフーが絶大な権力を持つ世界にあるのがヤフー知恵袋。こちらの世界の巨大 IT 企業といえばガーファだけど、あちらでは YWTM が世界を牛耳っている。ヤフー、ウォルマート、ツイッター、マイクロソフト、ユートムと読みます。平行世界のユートムの力はこちらのガーファの比じゃないぐらい強い。全世界の知識を支配するヤフー、全世界の取引を支配するウォルマート、全世界の言葉を支配するツイッター、そして全世界の電子を支配するマイクロソフトで、このマイクロソフト、後でこっちの世界のマイクロソフトが出てくるから、これからは平行マイクロソフトって呼ぶけど、この平行マイクロソフトが厄介なんだよね。粒子力学という学問分野がある。詳しくは私も理解してないんだけど、電子の確率的な揺らぎとかがあって、これが世界を決定づけてるみたいな。で、平行マイクロソフトは世界の電子を支配してるわけで、全てをコントロール可能。ということは、電子の揺らぎをコントロールすることで世界を移動できるんだよね。この技術を用いて平行マイクロソフトは様々な平行世界を移動し、半島を拡大しようとしている。ということは、ユートム世界の平行マイクロソフトがいずれ我々ガーファ世界に攻め込んでくる可能性がある。平行ユートムとガーファの力の差は圧倒的で、一度侵入を許したら一巻の終わりと言われている。じゃあ我々はどうすればいいか。運よく見逃されるのを願うしかないのか。それは困る。そこで出てくるのが我々の世界のマイクロソフトなわけです。平行マイクロソフトもマイクロソフトなので、こちらの世界と一番距離が近いのはやっぱりマイクロソフトってことになる。なので彼らは基本的には Windows のセキュリティホールを通ってやってくるんだよね。そこでこちらのマイクロソフトもその行動をいち早く予測して、防御のためのソフトウェアアップデートを常に行っている。これにより今や Windows は防御のための増改築を繰り返し続ける要塞と化している。そしてその要塞を我々一人一人のユーザーに届けるのが Windows アップデート。なので皆さん、 Windows アップデートが届いた時は可及的速やかにインストールしてください。そして一番重要なのが Windows XP を使うな。